前のリーダーです、今日ね、あれですわ、うなぎこの間入れた 1. めっちゃ手こすった 1.3 キロのうなぎです。これで今日何日なのかな、5日か6日ぐらいかな。で、こんなでかいうなぎ、まあ店で1回だけ食べたことあるんですけどね、1キロアップ、宮崎のね、一心寿司さんっていうね、もうめちゃめちゃすごい、もう宮崎っていうか九州で、まあ全国か、全国でもうめっちゃ有名な寿司屋さんがあるんですけどね、食べログも点数なんでやね、 4.2 とか3とかちゃいます。そこのね、お店行った時にその1キロアップのネギが出てきたんですけど、めちゃめちゃうまくて、だからこのちょっと1回入れてみようかな思って、これね、うなぎ、まあ5日目か6日目か忘れたけど、ちょっとやりますわ。ちょっと今開けて、ちょっとさばいてみます。よし、ほんならやっていきますわねっていうかもう思うけど、改めて思うけど、やっぱこいつめちゃでかいな、腕やん、腕分かりますよこれ、もうこのでかさ怖いよな。こんなんもう川か海か知らんけど、湖か分からんけど、もう何でもいいわ、もうおったらビビるわな、マジで恐怖体験やもんなまあとりあえずこれ今日初めてお客さん出すんですけど、美味しいんやろな絶対。でまあこの間俺がさばいた時にちょっとだいぶ暴れてもたんで、血回ってないことだけを祈るって感じなんですよね。で今日まあ5名さんで貸し切りなんですよ。どんなもんなんやな、これ身めちゃでかいよな、これで1人前やんな。1、2、1、2、まあとりあえず切るわ。とりあえず、なんていうんですかね、1人前分。あ、硬っ、硬いなこれ。とりあえずこれちょっと試作で一遍食べますわ。開いてね。あ、滑る滑る、ちょっとまだぬるついておるわ。どないかな。あ、よかった、血全然回ってないわ。すごいな、身めちゃでかいわ。こんな焼いたらどんな感じなんだろうね。皮がかなり分厚いからな、これ多分ね、前だから店で出してもらった時も皮にね切れ込み入れてましたわ。多分皮切れ込み入れな、分厚すぎてあかんねやと思うわ。んで、腹は別に掴んでええんかな、まあ、焼くからいけるか。そやね、ほんでこれが1やな、これが1人前やね。こっちの方がうまそうやな。これお客さんに残し、これ俺食べますわ、この手のひらサイズ。これね、ほらうまいで、わからへんけど、身もめっちゃ分厚いし、ほら指ぐらい、指の厚さぐらいありますわ。とりあえずこれちょっと切れ込み入れて焼いてみよう。え、切られへんの、すげえな、めっちゃ硬いわ皮。いいよ、よし、ちょっとこんな感じでね、切れ込み入れたんで、ちょっと焼いてみますわね。よし、白焼きと、タレ焼き。このような汚れなお客様は多分どっちも食べたはずやろな、絶対。ちょっと正直めんどくさいけど、これどっちもいっぺん出してみようかな。まあ、美味しかったな話やけどな。とりあえず、これね、焼いていきます。よし、まあこれあんまよう俺焼くとき分かってないけど、なんかとりあえずあれやな、酒とか振った方がいいやろ。酒ちょっと振って、よっ、表裏ね、酒振ってから、焼きますわ。こんな感じね。よし、ってことでね、こんな感じでね、とりあえず焼いていきますわ。右左をタレで、右があれでいきますわ。
あー、なんやった塩。あー、ええ音鳴ってるわ、これ。まあまあ、ぼちぼち仕上げていきます。よし、で、タレこいつちょっと塗って、うわー、どっちも塗りたいわ。めっさうまそうやな、これ。これ匂いがやっぱたまらんね。まあまあまあ、とりあえずね、こんな感じで焼いていきますわね。こんな感じね、ええ感じで、あともうちょいで出来上がりますわ。もうこうやってもう両面ね、タレ塗って今焼いていってるんでね、それあともう一回繰り返したら終わりですわ。よし、とりあえず焼き終わったんで、一遍食べますわね。これで美味しかったら、あっつわ、これでうまかったあれやね。ええねんけどな、どんなもんなんやろな。とりあえずこれ白焼きね、白焼きがまあ塩焼きかもな。まずすっかくやからな、塩からいきますわ。塩からこいつね、わさび乗っけて、もうシンプルにそのまま。ん？ねえ、これすごいわ。これうなぎじゃないみたいや。弾力えぐいな、これめちゃくちゃうまいやん。これすごいわ。まあ、タレもちょっとわさびつけていきますわ。あ、うまっ。これなんやろな、なんかなんて表現したらいいか全く分からへんわ。めちゃくちゃうまい。あやな、タレの方がええんかな。まあどっちも出すけど、すげえな、これめちゃくちゃうまいわ。というちょっと骨当たるかな思ったんですよ。全然骨も当たれへんし、あんま骨ないねんな、これな。穴子とかハモみたいに。まあ油がすごいな、油が。ほら。結構ギトギトでしょ。そらこんなうまなるわっちゅう話やな。これはなかなかやな。で、これあれやね。いつか熟成か。まあ、うなぎこんなもんか。またうなぎさばいた時の動画も、また概要欄貼っときますわ。こんな感じで苦戦しましょうみたいなね。いや、めちゃめちゃうまいよ、このうなぎ。普通のいつものこの細い500もないな、400g ぐらいか。のうなぎだ、もう黒目もんならぐらいの食感ですわ。これは食う価値あるっすね、かなりね。キロアップなんかめったにないけどな。まあ、こんだけ太いからな、言うても。これはかなり価値ありましたわ。まあ、めったに入ることないでしょうけど、また大将さんね、大将の、高級魚マスターがいてるんですよ。高級魚マスター。高級魚マスター松井さんにまたお願いしますわ。いつもうちの店に高級魚ばっかり案内してくれるんですよ。こんなんありますよ、あんなんありますよ、アマダイとかね。また撮影するけど、アマダイも、高級魚マスター松井さんに教えてもらったんですよ。まあまあまあ、とりあえずまずそれは撮影しますわ。まあ、うなぎの、キロアップ 1.3 キロ、こんな感じで最強にもかったです。松井さんも大将さんもありがとうございました。また頼みます。